なるほどね。ここはそういう場所だったんだね。うん、まあ、その教えてくれるというか。ノーダメージ、ノーダメージ、ストライクショット。えっ、あ、近づきすぎ、近づきすぎ、距離、距離、キャン、距離キャン、距離キャン、距離キャン。よし、宝石も取っとくか。ちょうどいいところに中間拠点があった。ネオ、あ、てかこれ持って帰ろうかな。ちょ、作るやって、作るやってから持って帰ろう。とりあえずクローゼット、そうそうそう、銅のインゴット。ほう、ってことはまずこれがいるな。これを作る。よし、で料理用、これはいい。うん、あとはこれでインゴットが作れるようになったわけでしょ。石の椅子、椅子が2つって言ってたもんね。石の椅子でもいい。木の椅子とかないのかな。木材、木材作れるだけ2個。うん、木の椅子とかはなさそうだな。じゃあ石の椅子、これを2個欲しいんだけどな。もう1個、うん、んで、んで戻って、暖炉じゃなくて炉とかまどこ置いて、でインゴット作ってクローゼットだね。オッケー。ちょっとこういうのも作ってみようか。これ作らんかったっけ。一回作ったよな。これ置いてないな、まだ。そういや、よし、じゃあ作業台いただいて帰ろうか。よし、ちょっと待って、ちょっと待って、宝箱あるじゃねえか。え、はい、不思議な頭だ。なんか、なんか取るの遅かったような気がする。これここに来た時に取らなきゃいけなかったような気がする。持って帰ろう宝物。けど消費アイテムなのかな。置いたら一回、あ、けどまた来た時に回収すればいいのか。そういうことか。ただいま。じゃあまず、そうだな、この部屋に、ちょ、この看板外すか。外につけても意味ないって言ってたもんね。外につけて意味ないものは外そう。で、個室になっちゃうからね、どうやら。個室になられちゃまずいよね。個室になっても2人で寝てくれんのかな、ちゃんと。それだったらいいんだけど、それだったら個室って言わねえよな。あれ、あ、そういうことか。整頓、命の木の実何個か拾ったよね。
一個だけ取り出す。全部しまう。じゃあちょっと設置していこうか。あ、意外とでかいこれ。あ、でかいな、でかいなこれ。じゃあここちょうどなんか収まるし、ここにセッツ。ん？あ、でけえなこれ、でけえ、マジででけえ。ちょっと、じゃあ部屋拡張だなこれは。うん、あ、ここはいいか。こうして、こっちか。何見てんだよルッシー。お、難しい。よし、はい。あ、落ちた落ちた落ちた。で、ここにさ、ついでにさ、これも置いちゃおうぜ。これも、邪魔だな俺。ここだ。よし、いい感じじゃんここなんか。んで宝箱、こうこう、おお、宝箱の間。お、お、なんかめっちゃ入ってきた。なんだなんだよ、ちょっとやめろよ、うるせえよんだよ。出て行ったみんな。何してんの君。まあいいけどさ、これで、こう、ここ、ここ。で、インゴット、インゴット。インゴットできる限り作っていいかな。いいよね、オッケー。30! 壁掛け松明。銅のドゥルギー。いいね、いいね。トゲ罠とか石垣とかも。インゴットだけで、あ、インゴットだけでいいんだ。はいはい、石炭と石とインゴット。これは石垣。石垣。うん。で、床石。は。で、銅の剣は作りたい。欲しい。よし。で、いるのが、インゴットだけだよ。とりあえずね。とりあえずインゴット。で、こっちで、クローゼット。うん。クローゼットね。作る。よし。で、どこにしようかな。部屋、着替える部屋建てるか。ちょっとちょっと建てよう。別に着替えるだけだ、着替えるだけだっしょ、着替えるだけだっしょ別に。じゃあこんぐらいでいいんじゃないの。あ、あ、作ってるね、ロロンド。ロロンド作っとる、なんか。ここに、クローゼット。あ、意外とでかいんだね。意外とでけえな。意外とでけえな、これ。うん、困った。椅子とかが置けなくなっちゃう。どうしよう。ここ。これちょっと通りにくくなるかな？大丈夫かな？
こうして、松明をこうで、椅子を2つが必要だね。うん、あ、まだ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 、藁の扉、よし、うん、こっち側ちょっと閉めちゃおうか。で、ここら辺を開ける。食べる。ほい。どう。いい、できたね、できたね。オッケー。ビリンできたよー。入ってきた。なんで全員来んの。なんで全員来んの。ちょっと狭いけど、まあこれぐらいでいいよね。どうビリン、ちょ、どけ。クズどもどけ。ありがとう。お着替えができる衣装部屋が完成したんだね。ルロンドもロッシュもケッパーもここに来てからずっと同じ服着てるでしょ。すれ違うたびに香ばしい匂いが。ね、かぐわしい匂いがね。うん、これでみんなにお着替えしてもらえる。今日から、花に土をつめなくても生活できるよ。本当にありがとう言って、私もお着替えしてみるから楽しみにしててね。ちょっとビリンも着替えすんのここで。いやけど男子更衣室と女子更衣室はちょっとお分けにしないといけないな、それは。お分けにしないと。あ、ビリンが来る。ビリン。はあ、かわいくなった。ビリンがかわいくなった。何その服。マットのやつはマジどうでもいいけどさ。ビリン、ビリン。どんな人なんだろう。前に来たロッシーって人、なんだか少し怖い感じがするな。目つきは鋭いし、私たちのものづくりも分かった。多分ロッシー、あいつ魔物なんじゃないか。いや、あいつちょっと魔物説浮上したな、今一気に。いや、あいつはもう疑っていこう。うん。今後、あいつはもうほんと疑いの目を向けよう、あいつには。うん。なんか目玉焼きもらったから食べようか。で、あとは、あとは、床。そうそう、床のやつ敷いてみようと思ってたんだけど、作ってなかったっけ？作ってなさそうだね。てか、ロロンとあいつどこで寝てる？あ、いいね。いいよ。これちょっと回収。これ意味ないもんな。意味ないものをつけててもしゃあないじゃん。崩しちゃうとな。あ、そうか。これを、こうして、違うな。
松明をつけて土をこうだな。違うな、逆だ。お平式通りちゃんと見回りしてくれよ。よし、こうしてこう、違う、こう、どや、これどうなんだ。藁の、うん、壊れてしまった。我の宿屋、空き部屋、なんか結果としてなんかレベル上がったな。なんだよくわかんないぞ。結果としてレベルが上がった、いいのか。うん、まあいいや。よしよし、これで、あとはあれだね、石の守りを、ウエスト、ウエストの方に、ウエストこっちだよね、こっち、ここに。おーおーおお、でけえな。